浦安市郷土博物館は千葉県浦安市にある浦安の自然、歴史、文化に関する体験型博物館。かつて漁師町として栄えた浦安の歴史を保存をするために2001年4月1日に開館された。1991年に浦安市教育委員会により建設準備が開始され、1998年6月には、 学校教育に活用検討委員会が設置された。しかし、同年の浦安市長選挙の結果、博物館の転用を公約とした松崎秀樹が当選し、12月15日に当館の開設をめぐって市民検討委員会に諮問することを市長が表明した。その方針に反発した浦安市議会は1議員以外の全員が発議に加わり、 特別委員会を設置して追求するなど清掃に陥り、計画より1年遅れて開館することになった。2003年7月には、当地の伝統的な木造漁船の打たせ船を復元された。2008年11月には、巨場汚染で漁業の町に壊滅的な打撃を与えた、黒い水事件についての企画展を開催し、この事件の水質を抱くが漁業権の放棄につながって、 埋め立てが進んで、海苔養殖が衰退した歴史の調査を進め、2010年2月に、黒い水事件について、漁師らの生の証言を収録した、報告書として、浜マ記憶を明日へ、を刊行し、2011年6月には、その第二巻を刊行した。屋外展示場、浦安の町、すべてに開かれた、博物館、生きている、博物館、リピーターの呼べる、博物館、 学校教育に活かせる博物館をコンセプトにしている。年配のボランティアが活気ある博物館を支え、青べか物語でも有名なべか船の体験や制作が間近に見られる。ありがとうございます。